はいみなさんこんにちは今マジの実践経営大学の藤井ですえ今日も実践経営大学で学んでいきましょうえ今日はですねオリンピックの開会式の音楽で,ですね、えー、を担当してた小山田恵子さんが辞任したといったことがニュースが流れましたまあ今ねネット上ではあのかなりねあの批判的なコメントがあって中には擁護したコメントがあるとそれに対してまた批判が重なると。 いった状況でちょっと炎上状況なんですけども、えー、少しね小山田圭吾さんの辞で考える障害者差別の歴史とこんなお話をしたいと思います。えー、前障害者に関してはいくつかですね、えー、YouTube も上げてますけども改めてね確認してみたいと思いますけどもあの戦前はねやっぱりんだかんだ言っても差別の対象なんですね。ですからこれもう本当に一部なんですけども、えー、精神足の不足を利用としてねまあ 支度監禁って言われるね、っていう、なんて隔離されるんですね。で戦中なんかも、やっぱりいろんなことがあったんですね、これも本当に一部だけなんですけども。ね、国家の、戦争してるわけ、ですから、足手まといだと言って差別されて。例えば満州国からね、引き上げてきて、農政麻痺の子供を抱える家族に対して。軍人が生産狩りを出して、まあこれは、こんなようなことがね、まあ当たり前に行われてたと、こういう時代だったんですね。 その中でね、じゃ教育における障害者の差別について確認をしてみたいと思います。これね、えー、先ほどのね、戦争の件ありましたけどね。あのもとは日本もね、復国教兵。これあの小学校の時にね、あの歴史の時間で習ったと思いますけど、千八百七十二年、えー、学生が引かれてね、えー、初めてですね、公的に教育が成立します。ところがこの時もですね、障害者 は国家の役員と誰もとして就学有料いわゆる免除対象になったということですね。で、千八百八十六年第一次小学校令ここで小学校でで言るんですけれども、やっぱり有料規定が設けられて有料の理由を失業だとか貧困とも加えられます。えさらにですね、千九百八十一年第二次小学校令この時もあの有料で免除規定なんですけれども、まあ白地っていうのはこれまあ今やけど言うとね。えー まあそうですね重度の方ですね重度の方なんかはもう免除とこういうなったわけですね。えー、まあ第3次はその、ね、その後怒られるわけですけれども、えー、病弱だとか発育不全といった、えー、こともねあるいは貧困の児童もあの免除対象になっています。ですからまあ障害を持っているとかあるいは貧困な人は、まあ、あの教育をまともに受けられないとこういう時代があったわけですね。 があったあこれちょっと、ね、年数間違ってますごめんなさい、えー、そして1941年ですね太陽戦争が勃発した時にですね国民学校令が公布されて就、えー、学猶予、えー、対象のうちですね貧困時が削除され障害者のみまだあの教育を受けられないと、えー、こういうことが起こりました1953年これも戦後になりますけれども教育特別な取り扱いを受ける児童制定の判断基準が制定されます その時に、ね、どういう判断基準をされたかっていうと知的障害者の方ですね一の場合は学校教育の対象が IQ が50から75度を軽度そして IQ25 から50度ですねこれは中度ですねは猶予されましたそして IQ25 これ今中度ですけどね25以下これが重度なんですけども教育対象外として教育はされないと。 ここういういとになります1981年国際障害者年ですねこれを契機に障害者の完全参加と平等をうたって差別や偏見をなくすという運動が活動が盛り上がります。1993年アジア太平洋障害者の10年ということで障害者に対する審で、まあえーね、長期計画で全員参加の社会づくりとこんなことが言われて95年には 障害者プラン、ノマイゼーション、の中元戦略ということが発表されて、具体的な重点目標が明確になりました。えところがですね、これ、最近もニュースが流れたんで、ひょっとしたら、あそんなことがあったのかというに記憶があるかもしれないけど、政府もね、結構過ちを犯しているんですえ。例えばね、これはあの優先保護法。同法はね、戦,戦,あの戦争、月間していた、千九百四十年に。 国民優主法としてて行われていますこれ何かというとねまあ,あのドイツナチスドイツですね、まあ、日本は同盟国でしたからえそんな意味であのナチスのね男子法これは劣悪な遺伝子を持つ人を男子を行う法律といったことでこれ神奈川新聞からの古い記事なんですけれども引用させていただいてます。目的は 優先上ですね、検知から不良な子ども子孫が生まれることを防止するために母性の、えー、とともに母性の生命健康を保護するということでいわゆるね障害を持つ方はまた生まれちゃいけないとでそういう方は社会として生まれちゃいけないということでもうね手術しちゃうということになったんですね。ですから障害者を,もを、ね、持っている障害を持っているっていう理由で生殖不能にする手術これ優先手術っていうんですけどを。 優先保護審議会の命令によって行うことが、まあ、今でも考えたらとんでもない話なんですけども行われたってことですねところがですね実際は最近ニュースになったってことなんですけども、まあ、訴訟もその時のことが行われてて、まあ、今まで12件行われたらしいんですけど5件目も,もうこれ敗訴ということになって原告の手術不妊手術を認められずにこれ札幌地裁ですねこれに対してまあ弁護団は不相じゃないかと。 こんなふうに反発はしています強制不任がですね訴訟は全国12件を起こされて判決は5件目過去4件の13件は規定と違反違憲と判断1件は、えーまあ、憲法判断を返したというような形でなかなかですね認められていないとこんなことにります。 えー、そうこうしている間にですね各障害者団体は社会にあってはならない存在と露骨にうたっている同法の抜本的な法律の改定は当然ですけど認めますそしてその認められたのがですね1996年6月13日ですね参議院本議会で改定法が議員立法として可決・成立しようやつですね母体保護法に改正されました。これはね1996年ですから まだです、ねえー、そうですすねねそうもう本当に、えー、つい最近の話なんですね、えー、そして障害者教育に対する取り組みなんですけれども一方ですね実は国の方はそうであったんですけどもあの民間の方はねやっぱりそういうことに関してねやっぱりいろいろ問題意識を持った方がいらっしゃったんだと思います。日本初の知的障害者施設谷川学園これ前違う YouTube で上げましたけれども白地教育の可能性を実践して行ってます。これが写真ですね それから1911年特殊児童の実数それから特別法特殊児童に編成している学級にいらっしゃる数これを実態調査が行われましたそうするとですね就学免除されたのが3431人が10度で就学免除ですね就学児童その中でも4771名いたということでこの頃とっていうのは専門家が判断するんじゃなくて。 教教師師が判判断断して戦前は教師の判断に委ねられたとだからこれだけね実態は実は免除なんだけど通ってたとこんなことも報告があります。そして1910年ですねそんなこともあって徳島県の海部軍ではあのですねのゆきっていうんですかね尋常高等学校では特別学級を編成して列島時天皇時として独自に受け入れるという、まあ、これもこれも 独自の判断なんですよね。それ1940から戦後ですけどね、えー、これが大宮学園ね、えー、まあこんなところですね、えー。こういう形で知的障害者を対象にした設立されたりとか、えー、柔道新商社新障社の施設としてビアゴ学園を設立されています、えー。このね、えー、以上2学院には、えー、糸が、えー、和雄さんがまあ尽力されたということで、えー、こうした施設を作ることがね、はみ出した。 特別な社会を作ることになるかという疑念を持ちながらも教育の場として必要じゃないかということで実施したとこんなふうなことを持っていたそうです。1979年ですね。養護学校義務実施以降にね、ようやく重度知的障害者の教育が行われた。これ1979年です。まあまだまだね、最近だと思います。ということでちょっとね、今日はまとめをしたいと思うんですけども。 あのやっぱりね歴史的な事実からをたどってみるとえ障害者の方々に処遇あるいは差別というのは、まあ、劣悪だなということはありますそして障害者の種別や程度によって、ね、教育とか生活環境にまあ、違いがあったらならないということは誰もがね、えー、そう思われると思いますかねで今回の話なんですけれども、えー、小山田恵子さん、えー、これ26年前の記事ですから26歳 がね、障害者のいじめ系これ1995年ですから今52歳だそうですからえまだまだ、ね、障害者の意識が低かったとだからああいう記事が、まあ、普通で今は大変なことになりますねえロッキンオン渋谷吉さんも私はもう出てきてお話しされた方がいいと思いますけども、えーまあ、当たり前のようにね違和感なく出された今だ大変だと思いますね本当にね、えー、このね。 インタビュー記事を20年まで当たったことはまあ、決してね許されることではないとは思います思います。まあですからねあのまあ今ね炎上しているというのはそれはそうです。まあ有名になればね有名税を払わなきゃいけないこれもその通りだと思います。えただねえこのことをね単に批判に終わらせるんじゃなくて今回のね、えー、小山田恵子さんの辞任をきっかけに真にね差別がない社会の実現につながらないと。 えー、いけないなとこんなふうに思いますということで、えー、今日は小山田恵子さんの人で考える障害者差別の歴史ということで、えー、過去のことをちょっと整理してみましたということでこうしたねニュースに関することに対するまあコメントですねそれから、えー、計学の基本 QA 等々いろいろお話していきます、えー、ぜひ一緒に学びましょうよかったらチャンネル登録をお願いします、えー、今日もご清聴ありがとうございました